はいどうも、ルールカです。韓国版セブンナイツ、出していきたいと思います。韓国版ブリーチコラボ来てるんですけれども、覚醒まで来てるんだよね。なので、まあどうするかなってところなんですけども、とりあえず、イチゴを1体と、あと、これか、トウシロウの星6が出ましたね。まあこれはまあ嬉しいかな、目にとっては。まあ、ちょっと性能をちゃんと見てないんでね、確認しなきゃいけないんですけどね。日本版と結構ね、ごっちゃになってるところがあってね、まあ、ちょっとね、うまくいってないですね、自分の中で。はい。で、今日はね、まず何やっていこうかなっていうと、前ちょっと話した、今、この、お月見系やってるんですけど、これ10月の頭ぐらいまでやってるのかな、確か。で、死のリングもらえるんで、これの一番難易度の高いこう SP ダンジョンを10回攻略そう、せよっていうところですね。まあ、これをちょっとやっていこうと思います。これ左が曜日ダンジョンの左側がスペシャルダンジョンで、まあ、革命団ダンジョン、黄金の部屋、ドラゴンみたいな感じなんですけど、これが真ん中が一番クリアしやすいですね。で難易度一番上の初級にしてください。で、ここ今ミンミン出てるんですけど、このミンミンをパーティーに入れると、超簡単にクリアできます。なので、持ってる人はこれでクリアしちゃってください。こっちもそうです。これ、カロン持ってたら、カロン入れて、クリアしてください。で、私持ってないんで、両方とも。あ、持ってるかな、ミンミンは。ミンミンは持ってるわ。まあ、ミンミン持ってるバージョンと持ってないバージョンでちょっとお見せしますね。3回まで挑戦できるんで。で、ちょっとミンミン持ってるバージョン。こうすると今、ここに剣のマークつきましたよね、ミンミンとこに。これで強くなりましたと。これもしかしたら中級、まあいいや、余計なことやめよう。はい。すげえダメージだった。ダメージが桁違う。こんな簡単にクリアできるんだ、いると。やばい、繊維のダメージが100万とか出てますよ。27秒。私がこう説明するやり方は、まあほんとゴリ押し系なんですけど、これの、何倍もかかります、時間。なので、だけど、クリアできるよっていうやり方です。敵が弱いんで、倒されることはほぼないんですよ。なので、自分の持ってる効果力を集めてください。効果力キャラを。で私は、こうやって、まずリナで上げて、セインで、これでも、4分の1ぐらい減るんですよ。セインでもね。でセインはクールタイム早いんで。初級だとね、こんな感じでね、結構サクサクいけるんですよ。まあ、バフキャラ入れてれば、とっくに終わってるんですけど。でもいなくても、セインがいれば。でこれでとどめ。結構ね、2、3分はかかりますね。ただ、バフキャラ持ってなくてもクリアできるんで、一応革命団の方もクリアできますよ。一回クリアしました。ただ、ボロボロになったんで、
何もやらないと思ったんですよ。バフキャラをね、こう育てて、やっていくっていうのが、まあ、重要な SP ダンジョンなんで、まあ、報酬も豪華なんでね、まあ、ある程度、こう、ね、自分のパワー、キャラをね、育て切ったらやるようなエンドコンテンツだと思うんでね、今回みたいにイベントで、やることになると、きついなっていうところはあるんですけどね。よし、オッケー。倒しました。3分。うん。まあ、こんぐらいはかかっちゃいますよ、と。これがね、たまに6万とかいうのが出るときがあって、超美味しいんですよ。ドキドキするんですよね、これ。めくるのが。えいっ！あー、3万。3000。あ、桁を1人勝手に増やしちゃいました。よっしゃー、これで不死のリングゲットできます。どうしようかな、武器。孫悟空用にクリティカルでも取っとくか。どっちだっけ、クリティカル。これすら覚えてないってもうやばい、絶望だよな。印象は分かるけど。真ん中だっけ。上だ、一番上だ。で、攻撃力これだね。よし、じゃあこの名簿をゲット。で、不死のリングもゲット。よっしゃ。確か 30% ぐらいで復活できるのかな。うん。まあ、エヴァンとかにつけるのがいいのかなと思ったりするんですけどね。どうなんだろう。あ、そう。あとね。やっと28日迎えました。私も。じゃじゃん。じゃじゃん。選択権。さあ、クリスを選びまーす。やっと、これで、土台が。クリスの場合は反撃とかの方がいいのかな？ちょっとわかんないな。でもこれ1日しかねえからな、と。とりあえずヒットポイントつけとく、持っとくか。宝石もな、ちょっといまいちよくわかんないんだよな。おすすめ装備どこだっけ。よっ、吸血と反撃とクリティカル。まあ、やっぱり反撃なんだね、クリスはね。 OK です。クリス用に取っとこう。じゃあ、吸血を狙いますか。攻撃の吸血を狙います。どれだっけな。一番下のやつがそうかな。そうだね、これがそうだ、一番下のやつが。 OK、 これでクリスをね、育てる準備多少できてきたかな。
아직 달성해야 할 업적들이 많다. これでクリス軍をね、ある程度土台できてきたんで、ここら辺に作っとくか。めっちゃかっこいいよな。こんな感じか。なんだかんだ言ってデロンズも2体になったからな。でこのクリス軍のパーティーもそこそこいろいろチェンジできるんですよね。まあ、イチゴもそうだろうし、ライアンも持ってるし、まあ、ちょっとね、試してね、やりたいなとは思いますね。チャンスラーとかほんと突しやすいからね。これは美味しい。ペットどうしたらいいかわかんないわ、これ。とりあえず、いつも通りデロンズで、まあ、こんな感じかな。これがまあ、いい感じかな。これクリスの衣装ももう買っちゃおう。今買っちゃいます。まあいい感じですね。はい。で、最後にちょっとブリーチガチャを引いて終わりにしようかな。コウ君に、確定演出気持ちいいで、と言われたんで、引いてみようと思います。あー、いっぱいです、と言われました。そんな。うん、確かに7個しかない枠が。合成しますか、じゃあ。いけ、頼むで、頼むで。青背景来い。あー、ノックス。まあ、ノックスなしじゃないね。ノックスなしじゃないね。ただ、ありでもないというね。白鳥か。白鳥か。とりあえず今んとこ使い道なし。30まで上がってるといねえの。せっかくだからこいつも上げて合成しちゃおう。頼む、青徘徊来い。悪いことしちゃダメやる。ちょっと顎出てなかった。今のリンゴ。 OK、 いいでしょう。じゃあちょっと10連だけ引いてみます。なんてだと。噛んだ。はい。いやー、なんだろうね、これね。グリムジョールーク。あ、やった、2枚。ありがとうございます。グリムジョー。あれ？あれ？まあ、というわけで、まあ、今回はこれで終了しようかな。で、まあ、一応次回なんですけど、やんなくていいかっつったけど、ブリーチコラボやんなかったら自分もね、性能全然覚えられなかったんで、
あのブリーチコラボのキャラの性能をね、あの説明したいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。次回にご期待ください。バイバイ。